激しい音とともに炎に包まれた中型トラック運転していた60代の男性が手に火傷を負いました男性は走行中に異変を感じトラックを止めたところ火が出たと話していたということで車両の故障が原因とみられています一般的に車両火災に繋がる原因についてジャフに聞いたところ 車両にはさまざまな可燃性の液体が搭載されておりますので、そういったものが漏れ出して、ンカにつながるところですね、それから電気配線などがです、ね、破損をしますと、その電気配線がショートすることによってです、ね、火を発すすることもございますゴールデンウィークの長距離の移動中や、長い渋滞の列で、こうしたトラブルに見舞われないためには、どうしたらいいのか。 エンジンオイルの漏れですとか、二重の漏れなどでもです、ねまあ、そういったものもないかということをしっかり確認していただきたいと思いますやはり肝心なのは、日頃の点検普段エンジンルームを開けることがないというドライバーもバッテリー液やエンジンオイルなどが規定の量を満たしているかなどこの機会に確認しましょう他にもチェックしておきたいのがタイヤ空気圧が不足していると パンクの原因になります亀裂が入っていないか、溝が減っていないかなども、しっかり確認を。特にあの行楽シーズンになりますので、大きな渋滞ですとか、えーま、万が一トラブルがあった時もも、ね、すぐに救援が来れないとか、まあ、そういったあの環境を想定してです、ねあの、まずは絶対に自分がトラブルを起こさないという気持ちで、しっかりとした点検をしていただきたいと思います。 JAF 愛知支部によりますと、渋滞の影響で到着するまでに通常の倍の時間がかかることもあるそうです。また、今の時期でも車内の温度には注意が必要です。これは、晴れた日の5月に駐車中の車内の温度変化について調べた JAF の実験映像です。エアコンなしの車内は1時間で 軽ワゴン車はおよそ12度、大型 SUV は18度以上も上昇。ダッシュボードに至っては軽ワゴン車は41度、大型 SUV はなんと57.3度に達しました。フロントガラスが大きいとその分温度が上がりやすく、真夏でないからといって油断するのは禁物。 キャンプに使うガス管やライターなどを車に積んでいるときには、より注意が必要です。過ごしやすいから、あのまあ、少しぐらいあの車内に何か放置しても大丈夫かなという、油断をあの非常にしやすい時期となっております、思わぬあのトラブルにつながる可能性がありますので、ご注意をお願いします。